はい、水口です。今日はね、九州で撮影してきた写真をいくつか見てもらいたいと思います。その写真はソニーの α9 にシグマの 14mm を装着して撮った写真ですね。で、もう本当ね、この写真がすごい写真でなんていうのかな、まるで加工したように鮮明で色が鮮やかなんですよ。本当化け物レンズですね。ただこのレンズが本当重くて、ね、これ α9 にシグマの 14mm F1.8 をつけてるところですけど、もうサイズが、インクが邪魔ですね。サイズがこのサイズです。で、口径もこうですからね、で、本当重くてですね、まあ、素晴らしい描写力なんですけど、持ち運びがやっぱりすごくしづらい。ただ一度このレンズで撮影をしてしまうと使いたくなる広角レンズですね。で、明るいレンズっていうのはやっぱり正義です。25mm のバティスも持って行ったんですけどあっちも結構明るいレンズ、 F2 の明るさなんで明るいレンズなんですけど、暗い場所で撮影するとシャッタースピードと、まあ、なるべく速いシャッタースピードで切れるし、あと何でしょうね、そう、シャッタースピード固定だと ISO 感度を上げずに撮影ができるんで、とっても撮影しやすいんですよね。このレンズね。で、ちょっと写真を見てください。どうぞ。
広角レンズの、まあ、弱点であるこの周囲の歪みっていうのもそんなに気にならないほど、ボケ方がやっぱりフルサイズなんで、ボケ方がやっぱするこう鋭いじゃなくてもっとボケるんですよね。うまく僕言えませんけど、うん、だからもう難点はさっきから言ってる通り持ち運びの しにくさですね。重い。でこのレンズフードもこのまんまなんで取り外しができないわけで、で収納するときはやっぱりこうやってフードっていうのかな、レンズカバーをしてないと怖いですよね。で持ち歩きもね、こうあんまりブラブラするとこの球面レンズがぶつかりそうなんですよね、これがね、うん、なんかこう気をつけないといけない。いやでもただね、本当一回これで撮って写真を撮るとびっくりします。僕も帰ってきてライトルームで、まあ、大した写真を撮ってないですよ。また九州でね、両親を連れて墓参りに行っているので、そのお世話、みんながご飯何食べるかな、次は何行こうかな、で両親の親戚巡りと墓参りと、あとは子供たちを連れてってるから、その間に子供たちが退屈しないように何かね、エンターテインメントを入れなきゃいけないっていうことに不審しながら、だから動画はもう全然撮れませんでしたね。フュージョンでちょっと撮影しましたけど、このアルファ9では動画はほとんど撮ってない感じですね。で写真もほんのちょっと撮ってるだけです。まあでもメインの目的はね、九州でのね、両親を20年ぶりに連れていくっていうこととね、あとは何人かの親戚に会わすことができたのでよかったかなと、はい、まあでもこのレンズと α9 の組み合わせは結構面白いです。で α7R3 今動画を撮ってるカメラですけど、これと組み合わせてもすごい写真が撮れるので、またおすすめのレンズです、ね、ただ今度はニコンが来ます。これ大変なことになりますね。ニコンのこのミラーレスにこのレンズをつけたいですもんね。今つけられなくはないですよ。これを F マウントに変えて、で F マウントアダプター Z マウントですね、今度のニコンのミラーレス一眼をかませればつけられると。悩ましいですよ。ただ僕はニコンの24mm というすごいお気に入りのレンズがあるんで、その F マウントアダプターねをつけて取り付けることも楽しみにしていて、本当悩ましいですね。これもう大変です。ソニーのこの α シリーズミラーレス一眼とニコンの一眼レフデジタル一眼ね、で今度ニコンのミラーレス一眼の Z シリーズが来て、まあでもそれが楽しいですよね。どうしようかなどうしようかなって言ってるのがね、うん、操作はね間違えないように、今のところこのボディが変わってもこうそのボディに合わせた操作ができてますけどね、今度ニコンのミラーレス一眼、まあメニュー画面をちょこっとそのいろんな人のプロカメラマンとかニコンのメーカーのプレビューで見る限りメニュー画面は一緒だから、あとは操作系をボタン関係ですね、この目で見て確認しなくてもいいようにね、ボタンをブラインドで押せるように覚えることができればいいわけでね、まあそれを楽しみに、9月の末に来ちゃいますからね、またね新型がどうなるかですね。で Z マウントのね新しいレンズ、あすごいらしいですよ、 F0.95 とか F1 を切ってるレンズですね。
F マウントより口径がでかいってことでしょ、あの Z マウント。そしたら光が入る量の量が増えるってことですもんね。これ面白いことになりますよ、ね。まあ、カメラの性能ばっかり上げて自分のね、テクニックが上がらないので精進したいと思います。今日はインコとともにお届けしますけど、たまたま娘がインコを連れてきていて僕の部屋に飛んできたので、ね、これはこのインコは怒ってますけど、このインコは娘の誕生日プレゼントできたゆきちゃんっていう名前のインコですね。最後綺麗に撮れるね。そういうことでまた、うんって言った。